パットをマスターする。スタンドアップパターの魅力を明らかにする。パッティングはそれ自体が芸術であり、グリーン上での正確さと技巧のダンスです。最近、私は思い切ってスタンドアップパターを手に入れました。これは、過去3週間で私のパッティングの腕前を一変させた画期的なパターです。その結果は非常に驚くべきものでした。このイノベーションのメカニズムと利点をゴルフ愛好家仲間と共有できることに興奮しています。このビデオでは、スタンドアップパターを効果的に使用する方法をステップバイステップで説明し、ストロークを完璧にするための貴重なヒントをいくつか提供します。ステップ1、パットの位置を調整する。まず、スタンドアップパターをボールの後ろに置き、ターゲットと一直線にあることを確認します。これは、パターを直接見下ろすか、一歩下がって別の角度からアライメントを確認することで実現できます。ステップ2、スタンスとグリップ。スタンスを取り、パターを握り、手がグリップ上で正しい位置にあり、スタンスがターゲットラインと一致していることを確認します。パットを成功させるには、快適でバランスの取れたグリップが不可欠です。ステップ3、パッティングストロークを実行する。目をボールに固定して、スムーズで流れるようなパッティング動作を開始します。スタンドアップパターのユニークなデザインは、一貫した軌道を維持し、不必要な動きを最小限に抑えるのに役立ちます。ステップ4、フォロースルー。パッティングストロークが完了したら、ホールに向かって腕を伸ばします。このフォロースルーの動きは、捉えどころのないパットを沈める上で重要な要素であるパワーと精度を高めます。スタンドアップパターで成功するためのヒント。スムーズかつ着実にレースに勝つ、ボールを無理に穴に入れようとする誘惑を避けてください。代わりに、自信を持って流れるようなストロークに焦点を当て、パターのデザインが魔法を発揮できるようにします。フォロースルーを活用する、強力なフォロースルーは飛距離を伸ばすだけでなく、狙いを改善します。パットを完了するときは腕をガイドにしてください。練習すれば完璧になる。他のゴルフスキルと同様、一貫した練習が鍵となります。スタンドアップパターがあなたのゴルフの延長になるまで、練習グリーンで時間をかけてテクニックを磨きましょう。自信が鍵、自分のストロークを信じ、スタンドアップパターの革新的なデザインを信頼してください。自信はグリーン上での成功に大きな影響を与えます。成功を視覚化する、各パットの前に、ボールの軌道とボールがホールに落ちる満足のいく音を視覚化する時間を取ります。視覚化することで集中力と精度を高めることができます。実験と調整、すべてのゴルファーは個性的です。スタンス、グリップ、ストロークを調整して、スタンドアップパターのポテンシャルを最大限に引き出す最適なセットアップを見つけてください。スタンドアップパターをゴルフの武器庫に組み込むことは、パッティングゲームを新たな高みに引き上げる、ゲームを変える決断です。忍耐強く、練習し、テクニックを習得することに専念すれば、すぐに新たな安定性と自信を持ってパットを沈めることができるようになります。